ジャイアンツ立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。2球目打ちました。バッターは2番に入っている鈴木。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは菅野、そしてキャッチャーは古田。このバッテリーをカープ打線が、初球打ち伸びていく、どうだ、入れません。バッターボックスには4番山川。カープ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな初球打ち、さあこれからカープが守備につきます。山田が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ストライク。2球目は何で来るか。変化球が低めに外れます。インサイド落ちました。バッターボックスには指名打者の柳田。菅、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク。インサイド落ちました。インコース詰まりました。バッターボックスには3番吉田。ツーアウトになっています。打ちました。2回になります。カープの攻撃、打順は5番中村。カープ1点リードで迎える最終回です。最初は変化球できました。おお、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは、これが2球目。インサイド落ちました。バッターは7番に入っている山田。ワンアウトランナーありません。さあまず1球目、いいところへ決めてきます。ストライクです。キレのあるいいボールでしたね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライク。よく見ましたね。選球眼がいいですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。インサイド落ちました。インサイド落ちました。8番バッターはキャッチャー古田。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の門田。赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。さあ繋いでいけるかどうか。低めはこれは入っていました。148キロ、座元インコース、ワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ここでカープ守備を変えてきました。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは山川。カープリードで迎える最終回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう？そうですね、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。ボールになります。低めの変化球です。
3ボール2ストライクです。打ちました。バッターボックスには5番丸菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。引っ張った。打順は6番坂本、ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド落ちました。強肩なんでランナーは少し慎重になってるでしょうね。そうインサイド、うん、うまい。